ただいまより案内所の完成セレモニーを取り行います。あのアンチョビの幼稚園時間は半端なくない？めっちゃ雨や。お、あ、すごい綺麗。え、地面まで広場ごと案内所どころじゃなくない？え、てか案内所位置変わってない？工事中もっと右側に寄ってなかったっけ？何？大幅に移動した皆さん、たぬきセレモン。ただいま2020年3月29日、日曜日の午前9時34分なんだもん。さてさて、もう皆さんお分かりかもしれないけど、本日は大事なお知らせがあります。放送でお伝えしていた通り、本日無事に新しいアイナ島案内所が完成しました。案内所、まあ、なんか、あれやね、役所的な感じ。そしてビッグニュースがもう一つ、案内所に新しい仲間がやってきました。どうぞ、こちらへ。ん？はぁ、しずえさん！かわいい！はじめまして、しずえと申します。この度、このアイラ島の案内所のスタッフになりました。まだわからないことも多いですが、島の皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。しずえさんはこれまでにも住民サポートの仕事をしたことがあるから、きっと力になってくれるはずなんだもん。かわいい。それからもう一つ。ご覧の通り、案内所の完成に合わせて、この広場も綺麗に作り替えたんだもん。今までも住民や行商の皆さんに自由に使っていただいてはいたけれど、今後は四季折々の行事なんかも開催させてもらうつもりだから、お楽しみに。ということで、本日のお知らせは以上になりますが、本日をもちまして、僕はこの島内放送を卒業させていただくことになりました。あ、しずえさんに引き継がれるってことか。そして明日からは、こちらのしずえさんによる新しい島内放送がスタートするだなもん。明日から精一杯頑張りますので、ぜひ耳を傾けてくださいね。それはそれでなんかちょっと寂しい感じが。え、でもたぬきちゃんはこの島にはおるんよね。というわけで、新しい建物に新しいスタッフも加わって、もっともっとこの島を盛り上げていくだもん。てかもうここだけ見たらめちゃくちゃ都会なんやけど。これから案内所が提供する新しいサービスに興味がある方は、ぜひとも足を運んでちょうだいね。もちろん案内所の完成を記念したセレモニーも開かせてもらうから、こちらもご参加お待ちしてるだろうもん。それじゃ、しずえさんと二人でいつでもお待ちしているだろうもん。なんかしずえさんと並んでおるのちょっと不思議な感じするね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、なんだ、手紙が。お、ハッピーホームアカデミー。アイナさんのお部屋は11688ポイント。お、ランク A になった、やったね。おめでとうございます。今回お家の評価1万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。やった。で、なんかもう一つ、たぬき開発。案内所からのお知らせです。案内所が完成した記念に、新しいマイル交換アイテムをたくさん追加しました。おー。また、マイレージプラスでは、マイル5倍チャンスのサービスもスタートします。これからもよろしくお願いいたします。記念のプレゼントも同封します。やったね。なんかアンチョビがめっちゃ、え？ね、なんか、カッパ着てない？え、超可愛いんやけど、何あれ？カバン持っとる？なんかめっちゃ可愛いんやけど、何あの幼稚園児みたいな感じ。さあ、それじゃあちょっと、プレゼントを。アカデミーのペナント。あ、なるほどね。で、こっちは？あ、マイル旅行券、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとう、やったね。え、てかあれなんや、傘さす。わけではないの。あれ前回さ、雨の時、みんな傘さしてなかった？なんかカッパ着とんやけど。なぜ？なんかカッパ着てるよ。ねえ、キニオさん。あら、アイナさん、ちょうどいいところに。今日はアイナさんに相談事があるんですけど、少しお話しさせてもらってもええかしら。なんでしょう。ありがとうございます。相談っていうのは、うちらが出そうと思ってるお店の場所のことなんです。おかげさまでうちが行商に来るのを楽しみに待ってくれてるお客さんが、だいぶ増えてきたんですよ。それで、そろそろ本格的にお店を構えようかって、お姉ちゃんとも話してたんです。それで今日はとりあえず、たぬきちさんに相談してみようと思って、さっき会ってきたんですけど。なんでもたぬき商店を作った時の資材が思ったより余っていて、場所さえ決まれば、すぐにでも工事に入れるとかで。お店の場所のことは、島の代表のアイナさんに相談したら、いい場所を見つけてくれるはず。ってことだったので、ここで行商しながら、アイナさんが通りかかるのを待たせてもらったんです。マジで？なんや、知らないところで話を進めてしまったみたいで。申し訳ない気もするんですけど、たぬきちさんが信頼してる人がお店の場所を決めてくれはるんやったら、うちもお姉ちゃんも安心ですし、アイナさんさえ良ければ、うちの代わりにお店の良しそうな場所を見つけてきてもらえないでしょうか。いいよ。ほんまですか？助かります。
ほな、この仕立て屋の工事看板、お渡ししときますね。了解です。アイナさんがいいと思う場所に看板を立ってくれたら、そこにお店を立ってもらいますので。ふんふん。たぬき商店の近くがいいな。ん？ウリちゃんじゃね、あれ。ちょ、待って、このあたり、どう？仕立て屋の工事看板。どうかな？え、位置的に、もうちょっと後ろ？想像してみる、とりあえず。こんなもんか？ん？え、でもわからん。ちょっと待って、もう一回。若干前に出てみた。ちょ、前に出すぎた？あ、出すぎた感があるね。ちょっと待って。こんぐらい。まあ、こんなもんか。なんか変わってないよね、多分。想像してみる。まあまあまあ、じゃあこれで。オッケー。あー、うん、オッケーやね。なんか柵とかしてもらったら分かりやすい位置が。仕立て屋さんの場所を決めた。おしゃれの波が来る予感。なんか今私資材を置いていた。じゃあ、うりちゃんまた後で。後でお話を。先に。あ、置いたよ。アイナさん、お店の場所決めてくれたんやね。ほんまお気に。お店が完成したら、うちはお姉ちゃんともどもよろしくお願いします。あ、みんな来るんやね。了解。やった、どんどん街になっていく。おー。アイナさん、どうもどうも。ご覧の通り、立派な案内所が完成してたなもん。それもこれも、アイナさんをはじめとする住民の皆さんのおかげなんだもん。で、放送でも紹介したけど、こちら。今回新しい案内所のオープンに合わせて、より良いサービスを提供できるように、こちらの静江さんをお迎えしてたなもん。あなたがアイナさんですね。たぬきちさんよりお名前を伺っております。まだ今日から着任したばかりで、今は仕事を覚えることがいっぱいいっぱいなんですが、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたしますね。しずえさんはいつもめちゃくちゃ働き者だな。とにかくそういうことで、今後は僕としずえさんの二人で役割を分担してサポートしていくだろう。ざっくり言うと、僕がお家や建築関係で、しずえさんが住民や暮らしに関わる相談担当なんだけど、相談を希望する方のカウンターの前の椅子に腰掛けてお待ちいただいたら、すぐに対応させてもらうだろう。新しいサービスのことなんかも、それぞれにカウンターで直接紹介させてもらうからね。どちらにしても、アイラさんには他にもお願いしたいことがあるから、また都合の良いタイミングで僕のカウンターまで来てちょうだい。それじゃ、進化した案内所とアイラ島を末永くよろしくだなも。まあ、要は、ハッピーホームアカデミーの時と同じようなことをここでタヌキチはしよるってことよね。ダンボールありすぎじゃない？まあ、売らせてもらう気にいいけどもさ。座りたい。はいはい。改めまして。こちら、建築相談カウンターだなもん。初めてのご利用の前に、こちらのカウンターのサービスについて、簡単にご説明しておくだなもん。こちらでは従来のご相談に加えて、新しく、島のインフラ整備のご相談を受けたまわるだなもん。インフラ整備っていうのは、島の様々な生活基盤を整えて、住みやすい環境を作ることなんだけど、僕が相談に乗れるのは、橋や坂を作ったり、建物の場所を移したりして、島全体を整備することなんだもん。建物の場所変えれるん？マジで？とはいえ、これは移住パッケージとは別のオプションプランだから費用は実費。現金でお支払いいただく必要があるけどね。という感じなんだけど、どうだろう？今は何かご相談はあるだろう？お願いって何？お、僕のお願いの件、早速聞いてくれるんだもんね。いやね。こうして立派な案内所を建てて、おまけにイベントなんかもできちゃう、綺麗な広場も作ったじゃない？噴水が欲しいな。最初は何もない無人島だったこの島が、立派な集落になったことを記念して、何かでっかいことをやりたいなぁ。って、思ったわけなんだよね。なんか目がでかくなった。それで僕ね、とある大きな目標を思いついちゃったんだもん。え、それはお金がかかることでしょうか？どんなの？お、興味津々だもんね。それはなんと、人気アーティストのトタキケさんを呼んで、このアイラ島でライブを開催することなんだもん。アイラさんもトタキケさんのこと、もちろん知ってるよね。もちろん知ってるよ。だよね、だよね。ちなみに僕のカラオケのお箱は、ケケ演歌なんだけどね。そうなんや。ごめんごめん。トタキキさんのことになるとつい夢中になっちゃって、ファンなんや、タヌキチ。とにかく、このアイナ島でトタキキさんのライブを実現できれば、この島の知名度も確固たるものになるはず。今までも島の発展のためにいろんな活動をしてきたけれど、これは集大成とも言える一大プロジェクトだもん。
アイナさんにもぜひ協力してもらいたいから、詳しいことはまた何をすればいいって僕に聞きに来てちょうだいね。なるほど。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも。とりあえずセレモニーしよう。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今ならちょうどこの案内所の完成セレモニーを行えるけどどうだろも。参加してくれるかな。参加します、もちろん。てかそのために来たよ。後ろのちっこい扇風機がかわいい。はいはい。じゃ、早速始めるから会場にご案内します。目の前やろ。みんな雨の中。え、てかみんなカッパ着とる。かわいい。めっちゃかわいい。傘じゃないのね。それでは、ただいまより案内所の完成セレモニーを取り行います。あの、アンチョビの幼稚園時間は半端なくない？ありがとうだなも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだろも。ずっとしょぼいテントでやってきた案内所も、こんなに立派になっただろも。改めて今まで協力してくれたこの島のみんなにお礼を言うだろも。このさ、案内所の目の前に噴水欲しいよね。それから新しくなった案内所を一緒に運営してくれる心強い仲間が島に来てくれただろも。噴水とその周りに花。しずえさん、島のみんなに一言挨拶をお願いするだろも。アイナ島の皆さん、ご紹介に預かりました、しずえと申します。まだこの島に来たばかりでわからないことだらけですが、皆さんのお役に立てるよう精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。イエーイ。しずえさん、どうもありがとうだらも。次に案内所の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだらも。あっぱれ。いいね、いいね。本当にその通りだもん。アイナさん、どうもありがとうだもん。ハンナちゃんのあの帽子おしゃれじゃない？みんなそれぞれ色があっていいね。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだもん。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。案内所完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よーパーン。いいね。くるぶし正面からじゃ目が見えない。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあエイブルシスターズもできるみたいだし、ワールパーカーズはできんのかな。あの二人出てこんのも寂しいよね。てか前作で出てきたキャラクターたちみんな出てきてほしいぐらい。